皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産、投資教室を始めていきたいと思います。ここでね、房子院新聞、購読、視聴規約をお読みください。<laughs> ここに記載されている第1条から第7条を。 えー、読んでくださいね。ここで一旦動画を止めてください。そして一語一句ですね。大きな画面で読んでいただいて、すべてを承諾した、納得して承諾した方のみ、えー、この動画の次を読むことができます。納得いかない方は、ここでこの動画の視聴もやめてください。それでは、いきましょう。2019年3月27日水曜日、暗号資産、草コイン、中野研究会。 今日はね、千葉県松戸市よく晴れてましたね。今ね、もう4時ぐらいになっちゃったからね、えー、日が落ちてきましたけどね、まだまだ明るいですね。3時41分か。うん。で、今日はですね、なんとなんと仮想通貨にとって素晴らしい一日になるニュースが発表されました。今日はね、本当にまずいですよ。素晴らしいものが発表されました。いきますじゃじゃん 本日のお題、えー、本日の仮想通貨トル円 FX マーケット分析なんですがここ見てください青いところね本日は <laughs> 仮想通貨が法定通貨になったサラダ記念日とサラダ記念日ってねこの昭和昭和をね代表する言葉ですねサラダ記念日ってね <laughs> 懐かしいですねバブルの前ですね はい、私ぐらいの世代の方はね、よくお分かりいただけるんじゃないかということで、えー、ちょっとね、ニュースのニュースの方行ってみましょう。いやー、ほんとよかったですね、今日ね、これはね、日本テレビの、えー、テレ,朝,テレ,朝,テレビ朝日ですよね、えー、テレビニュースなんですが、まだね、Yahoo ニュースには載ってないんですよ。Yahoo ニュースなんだけど、 まあ、テレビの動画でしか載ってなくて、仮想通貨で Suica など、チャージ、Suica って JR 東日本の、えー、あれだよ、あの、電子マネーですね。定期とかね、電車乗ったりできるんだけど、まあ、コンビニで買い物したりすることもできます。パスモとかさ、あとは行大阪だったらイこカかだよね。関西の方だったら、あとは、北海道だったら、なんだろう、あれよね。 でね仮想通貨で Suica にチャージできるんだって Suica とか PASMO とか ICOCA とか PASMO は分かんないけど Suica で Suica などチャージだから仮想通貨で法定通貨になるわけですよ、うん、でここにねちょっと書いてある JR 東日本が発行している IC カード Suica などの電子マネーに仮想通貨でチャージできるサービスが検討されていることが分かった分かりました JR 東日本は大手通信会社やメ,バンメガバンクなどと共同で仮想通貨の交換業者に出資していますと、えー。関係者によりますと、この業者が6月から順次、6月だから、今3月、4月あとちょっとだね、スイカを含む複数の電子マネーに仮想通貨でチャージできる国内初のサービスを検討していることがことですと。だ6月からもう始まるんだね。<laughs> 検討してる。 じじゃなくてててもうもう開発してるって感じだねだからスタートするのが6月って感じですよねスタートするのをいつにするか検討してるってことですねもうできてるんですねスイカは延べ7500万枚が発行され大手コンビニなど58万点で利用が可能ですキャッシュレス <laughs> 決済が広がりを見せる中 s u i との連携で仮想通貨が普及していくことが注目されますということで まああの世界的にねあの、えー、日本政府も含めて電子マネー化しようということで、まあ、中央銀行制度ですね、あの jp モル、えー、ロックフェラーとロス・チャイルドとね JP モルガンが作った世界、えー、中央銀行制度があるでしょ、日本だったら日本の視点は日銀だけどね。あのはい 世界決済銀行が中枢にありますが、その世界、世界、世界の中央銀行制度による、まあ、お金による人民、人民どれか計画っていうか、人民支配っていうかね、まあまあ価値の移動ですね。いそれ法定通貨って言うんですけど、えー、いよいよですね、仮想通貨とごちゃ混ぜになると、っていうか仮想通貨が法定通貨になるってことだね。だから、まあ、まずですね、 日本,だ日本の場合で言うとですね、1万円札とか5000円札とか1000円札とか100円とか10円とかね、500円とか1円とか5円とか50円とかは、えー、全部なくなっちゃいますね、世の中からなくなってしまって、ある日突然無効化されるわけですよ、法律によってね。うん、まあそ、そうで新紙幣発行みたいな感じで、明日からはもう使えませんよと、ね。だから、タンス預金してる人はもうやめ,やめた方がいいですよ、タンス預金しても、ただの紙くずになっちゃうから。 うん、貯金しといた方がいいですよ、銀行でね。で、<laughs> その銀行は、<laughs> それでね、えー、預金封鎖もやるみたいなんですけど、まあ、それはいいとして、えー、っと、<laughs> お金がなくなるという中から、でな,なぜなくなるかというと、えー、偽札とかで、ね、偽紙幣、偽貨幣の、えー、偽造がね、むちゃくちゃすごいんだよね。あの世の中に発行されてる、えー、量とね、同じ、もしくはそれ以上の、 偽札が世の中に発行されちゃってるわけ、うん、それはまるでねあのルパン映画のね「ねルパン三世のカリオストの,の,の城」のようにですねあののどっかのヨーロッパのどっか小さい国のお城の地下でですね、えー、ゴート札っていうですね、えー、世界のですね紙幣がゴート札って言って偽物をですね、えー、国家ぐるみで作ったりしてるからね。うん、それはあの 更新あのね、先進国もあるかもしれないね。で、それで、まあ、あの紙幣だけじゃなくて貨幣もね、うん、やられちゃってる可能性、可能性とか、やられちゃってるから、あの世の中の経済が不安定でしょ。不安定でどうしようもないでしょ。だから、えー、偽造ができない、えー、ブロックチェーンを用いたね、まあ、電子マネーにしようってことで、か仮想通貨が、まああのえー、フリーメイソンの力によって作られたわけなんだけども、 世の中はそうは変わらないから、まずは、えー、現行の <laughs> 法定通貨を電子マネーにして、えー、世界の人々、まあ、日本だったら日本の人々がね、もう、ピッってやってね、買い物ピピってやって終わりだと。カードとかね、スマホでピピってやって終わりだと。そういう時代を作ろうってことで <coughs>、ずっと動いてきましたよね、この2年ぐらいね。で、僕なんかももう、お金なんてもう、めったに使わないですね。まあ、使うのはね、 あのいや、うちはもう、現金しかやってませんっていうね、家の近くのサイゼリヤとかね、ほとんどないですよ、ほとんどは Suica とかあの、クレジットカード、またはクレジットカードの、えー、スマホ版のですね、ID とかクイックペイ、えー、などで,で使えるので、もうお財布の,財布の中に入ってるね、千円札とかね、えー、紙幣とかね、百円玉とか十円玉とかね、 触ったことないですよ、最近。一切触んないですよ。うん。で、最近はね、クレジットカードとかね、スイカのね、カードを触るのもめんどくさいんだよね。渡して、渡して返されるのがね、めんどくさいんですよ。だから、あの、iPhone にですね、クレジットカードとかね、スイカをね、いっぱい10枚までい溜め込めるんでね、登録できるんで全部登録して、それで決済してます。iPhone でね、スマホ決済で終わってます。 で今まで法定通貨でしかスマホ決済、追加決済できなかったのが、これからあの第,2段、ね、第2段階として、まあ、だいぶね電子マネー、法定通貨の電子マネーでの決済が日本では進んだからということで、第2段階ということで仮想通貨での追加、えー、チャージ、まあ、いわゆるですね仮想通貨が法定通貨になったということですね。で、法定通貨はなくなります。 日本円もなくな、まあ、日本円が、えー、結局仮想通貨の <laughs>、えー、デジタルマネーっていうかさ、そのデジタルマネー,、えー、電子マネーがデジタルマネー、デジタルマネーイコール、えー、ブロックチェーンだからね、仮想通貨ってことですよ。で、仮想通貨っていう名前は、えー、日本で使いたいわけでしょ、だから日本円、日本円として仮想通貨っていう名前使いたいから、我々あの先住民、<laughs> アメリカ、インディアンみたいに先住民だったね、ビットコインとかイーサリアムとかリップルとかさ、モナとかね、そういう人たちが、あの、のけられてしまって、お前ら暗号資産っていう名前使えと。暗号資産っていう名前使えと。俺たちは仮想通貨っていう名前使うっていうことで、えー、またフリ,フリーメイソンメあ、メイソンリーですけどね、本当は。まあ、一応ここではフリーメイソン、まあいいや、やめとく、その話はやめときますけども。 あのまたあの中野研究会に入っていただければあの詳しい話をします。それで、この大手 JR 東日本とか大手通信会社とかメガバンクとかが共同出資で作ったあの仮想通貨交換所って何かっていうんですけどもえ皆さんご存知かもしれませんがちょっと前にそのニュースがありましてねえっとこれですね D カレットっていうところね また手早さですね。はい。国内19社、まあ3月26日だから昨日ですね。えー、国内19社が出資、T カレット仮想通貨に参入ということですね、えー。国内企業19社が出資する会社が仮想通貨の取引に参入ですと。25日、金融庁による仮想通貨の交換業,交換業者登録を受けた T カレットは、インターネットイニシアティブや インターネットイニシアティブって懐かしいね。ベンチャー企業だね。JR 東日本といって国内の大手企業など19社が出資し、去年に設立された会社です。来月から順次ビットコインやリップルなど5種類の取り扱いを予定していて、今後は仮想通貨と既存の決済サービスの連携なども行っていくということです。仮想通貨交換業者の登録は去年1月にコインチェックの眠りを出以降初めてで、 D カレットだけでなく楽天ウォレットも認められていますということで,ですね。私はこの D カレットの、えー、国内取引所ですよね、これ。ここのですね、えー、D カレットこれだね。あの、口座作ろうと思ってます。はい。多分ここがね、えー、日本で多分一番、一番になると思うからです。 こんなほら、伊藤忠商事とかさ、損保ホールディングスとか、第一生命とか、ビッグカメラ、ヤマトとかさ、三井住友、三井系なんですね。三井住友系なんですね。あ、三菱 UFJ 銀行も入ってるんだね。だから、電通も入ってるしさ、まあ、いわゆるアッチ系じゃないですか。あの、名村、名村系メンバーで埋め尽くされてるでしょ、これ。 だから、ここの、まあ、ここの会社が多分一番になると思う。しかも JR 東日本ってすごいでかいからね、これ。うん。ものすごい不動産持ってるから。だから、ここのですね、えー、審議登録のですね、講座開設を <laughs> 私はするつもりです。なので、 あの、ここのね、D カレットのですね、構造解説の仕方はまた別のですね、動画を撮る予定なんですが、えー、ここ、いいし、この D カレットの、<laughs> 株式上場したら爆上げすんだろうね、これね。うん。で、今回のね、この、えー、s u D カレットのですね、スイカ仮想通貨をスイカにね、チャージできるっていう、まあ、いわゆる、 スイカ経由で、あれなんか変わったね、これ。スイカ経由で、あれなんか変わりましたね、財布がね。スイカ経由でね、あのー、仮想通貨が法定通貨にすることできるよと。で、D カレットだけですよと。まあ、日本政府が認めたのはね。D カレットだけやっていいですよと。まあ、認められたわけですから、金融庁によってね。 でどういうことかというと、やっぱり D カレットがもう支配権1位になっちゃうんですよね、こうなるとね。うん。で、ビットバンク見てみましょう <coughs>。で、このニュースが出てからというものですね、えー、仮想通貨全体的に爆上げなんですよ、今。で、ビットコインですね、これは。もうこれバーンと上がったでしょう。うん。で、これ、ネム 眠ああはバカげですよね。バカげっていうか、ま、戻しですけどね。バカげでもないけどね。戻しが入ってるんで。これどこまで行くかですね。だから <coughs>、今回はあれじゃないですか。ずーっと使われるんじゃないですかね。いよいよ仮想通貨が。うーん。さすがにうん、こんだけの会社がね。こんだけの会社が揃ってますしね。やっぱり仮想通貨、 取引所を設立するために、ものすごいお金を、資本金をね、52.3億円ですからね、準備金含んでますが、まあ、相当なですね、裏付けがあると思います、日本政府の裏付けがね。そうしないと、あんな大企業とか大銀行が出資はもうしないですからね。で、採用もあるので、 まああのー、仕事、どっかね行きたい方はこれちょっと採用申し込んでみるといいと思いますよ。はい。ということで今日は本当に素晴らしいですね話が出てきたのであの本当にいい日だなと思っています。あとですね、XM の方なんですが、まあ、昨日ねまた、I、あのー、i f をかかってですね一時 えー、どれくらい行ったかなかなり行ったんですけれどもね。えあれあれ、あれまだ引っかかってんのか、これ。はい、えー、あれ俺ちょっと、あのー、あ,あまだいますね <laughs> ここから入っ。ここから入ったんですよね。IFO でね。レンジ、こことこの間のレンジでブレイクしてここで入って、 で、ここで切られたと思ったんですけど、切られてないですね。はい。あの、トレーディングストップ21ピプスに設定してたんで、一番上からですね、下まで21ピプスあったかなと思ったんですけど、2あれ ?26 もあるよね。あれこれなんで切られてないんだろう。あれトレーディングストップが21、21ピプスになってますよね。はい。<laughs> まあ、とりあえず今の利益は、 えー、スワップ金利が5万1円ちょっと見えないね、えー、すいませんスワップ金利が5万1900円入ってて、えー、これですね168万1900円ですね、はい、昨日昨日からエントリー自動エントリーされましたね、はい、だから今日1日で1 6十0円 まあ昨日ね、夜バーンって吹き上げたので、一番いいとこで240万まで行ってましたけどね。で、トータル金額は、まあ一時500万円前のマイナスが出たんですが、だいぶ戻してですね、決済、これ決済してないからね。だから147万だから、147万にこれ足すから、100、160万ですね。160万ぐらいです。今は。あ、1600万ですね。ごめんごめん。 1,600万ですね。これが1,475万4,200円だから。それにこれ決済したら出されるんで、1,162万円がね。まあ本当に、1日とかね、半日とか1日で、160万とかね、稼げるっていうのは本当にね、やっぱり素晴らしいと思います、FX っていうのは。うーん、ほん、あれうん、素晴らしいなと思います。なので、あの、私の中の研究会というかさ、週刊、 中間じゃねえや <laughs> 草コイン新聞読まれてる方あとは個人情報提出された方はですね毎晩えクラブ草コインにあのク,ラブクラブ草コインに入って無料で、ね、入っていただけて別冊草コイン新聞ライブっていうのでね毎晩 えー、FX のトレードをライブ中継してますしね、IFO の設定も一緒にみんなで考えたりしてるし、仮想通貨の投資方法についてもね、あのー、みんな議論してるんですが、まあ、そのクラブ草コインに、ね、入っていただければ、毎晩あの研究議論ができるかと思います。それで、IFO、まああの,ー <coughs> IF のね、ルールをきちんと守られて、途中でポジポジスキャルピングやらないと、まあ、あと、まあ、ほったらかしっていうかね、 <laughs> i f o のルールを作ってルールを作ってルールをきちんと守られ,守れた方のみがえかなりのですね資産を形成しています。うん、でリア,ルリアルマネーでもやられている方も結構います。はい、まあ、私は強制しないし何も言わないです。はいでデモ講座でやられている方もかなり資産をね形成しています。なのでまあ、も,う <laughs> もうリアルでは始めている人は結構います。10人はいるんじゃないですか。 12以上いると思うので、えー、リアルで、えー、始めて資産を形成されてるかと思いますよね。まあ、最初1万円からスタートですね1万円。1万円入れたら2万円になるでしょ。で、最初に3000円のボーナスついてるから、2万3000円もあれば余裕で50万、100万はいけますからね。それが海外 FX の888倍の魅力ですからね。まあ、逆いったらすぐなくなっちゃうけど、逆いかないように慎重に慎重に IFO の設定をして、レンジブレイクだけを狙っていくと。 ようにしていますはい、なる今ね、月末なので3月27日なので4月のね申し込みは、えー、3月31日までですね4月超えちゃったらね、まあ、また5月からにしてもらおうかなと思ったりもしてんだけどねだから実際問題銀行の入金は明日明後日までですね29日金曜日までなんで、えー、もしね中野研究会に入ってですね一緒に資産を増やしていければいいな と思う方は1万800円をね銀行口座あのこの動画のね動画解説欄に銀行口座が名が書いてあるのであの入金して、えー、電子メールか電話か LINE で、えー、あの入金したんで中野研究会入れてくださいと、えー、週刊バイオあちゃ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 草コインシーンも送ってくださいとあと個人情報も送ってまあ氏名住所電話番号あと免許証パスポートなどの写真ですね送ってくれたら えー、毎晩、ほぼ毎晩、ライブもご招待いたします。はい、それではね、今日は本当にめでたいっすね。めでたいっすね。本当にめでたいです、えー。仮想通貨やっててよかったなと思いました。うん、やっぱりさ、日本政府の後ろ盾がないとだめだねうん。金融庁とかあ、安倍内閣の安倍政権がさ、ま、海外のメイソン・リーの方から、日本も全部、あの、 えーまあ、紙幣制度、貨幣制度って残るんだよ。だからドル円相場と FX なんかも全然残るんだけど、その実体も、実体を変えろと。実体を電子、えー、ね、物質から、えー、概念に変えろと。だ紙とかね、鉄、効果っていうのをなくせと。偽造されるから。で、電子マネーにしろと。で、電子マネーにも偽造されるから、ブロックチェーンにしろということですね。なので、<laughs> 今回、今まで Suica とかさ、 えー、電子マネーってなったけど、それはあの偽造されちゃうから、中央集権でサーバーハッキングされたら偽造されちゃうから。でもブロックチェーンは偽造されないのでね。うん、あとは盗まれた時にどうするかっていうことで、リップルの、えー、中央集権制度を使えばいいってことですね。だからリップルがそのまま使れるかもしれないね。世界の通貨としてね。うん、リップルはやぶ疲、うん、れちゃうかもしれないね。はい、ということで、<laughs> 本日は仮想通貨が。 法定通貨になったサラダ記念日をお伝えいたしました。どうもありがとうございました。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。ありがとうございました。